どうも、ひなたいこです。プリンセスリーグ B ブロックの選手紹介、今回は水江凛プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ずるしない。さあ、 B ブロックの選手ってなると私と戦う選手なんですけど、水江さん、はい、今回このメンバーの中に選ばれたお気持ちどうですか？いや、楽しみですね。楽しみです、はいはい、楽しみですか？楽しみです。何何ドキドキ感とか、こうなんか、なんだろう、あ、大丈夫かなとかよりも純粋に楽しみ、はい、いや、まあドキドキすることはあるけど、まあ、それよりかは楽しみの方が勝ってる感じです。おー、じゃあまあ対局前ですけど、結構ノリノリなわけですね。ノリノリです、はい。自分の麻雀スタイルってどんな風に表現されます？なんかよく人に言われるのは、すごく押す、あ、攻めなんだ、って言われる。でも自分ではそういうつもりは、まあ、そのケースバイケースって思ってるんですけど、でも印象的には多分押すのかなって思う。でもなんか赤いりの赤いりれんちゃんのこのルールなら、押しがメインでトップ偉いですもんね。結構確かにしっかりはまりそうですね。はまればはまればね。麻雀と喋るのとどっちが得意ですか？なんかよくおしゃべりしてるイメージがすごいあって、こういろんな嘘だ悩みも相談してすれば、ね、解決してくれるし。確かに、うん、それはそう。うん、うん、まあ誰かがいたら喋るのできるけど、まあ一人ではそんな喋んないかな。じゃあお家で一人だと静かなんですか？結構。あ、でも逆に違うかも、それは。なるほど、そうだったの。うん、結構喋る。一人でも喋ってる。一人でも歌ってる。歌ってる。うん、歌ってる。え、それは何、自分の好きな曲をいつも何かしらこう口ずさんでるってこと？そう、歌ってる。歌ったり、ね、ダンスしたり。あ、ダンスしてるの？ダンスしたりしてる。幸せですね。うん、結構幸せの方の人だと思います。いまいちね、謎な部分が多くて。え、どういうところですか？本当のなんか普段の姿全く知らないので。うんうんうん、なんか普段はじゃあこのままなんですね。歌って踊ってるんだ。そう。じゃあ毎日ミュージカルやってんだ、一人で。まあ確かに、まあうん、客観的に見たらそうかも。さあ、やばい、面白いですね。うんうん、この12半ちゃんでまず上位が決まるシステムについてはどう思います？はい、長い短い？まあなんか長いような短いような、うん、まあ一回勝負じゃないから長いけど、うん、うん、なんか戦い方とかもまだちょっとやってみなきゃ分かんなくって。イメトレはしてきました？イメトレは、うん、ちょっとしてきました。あ、そうなんだ。はいはい。はい。で、結構まあ、準備はバッチリってことですね。うん、うん、そうです。そうですか。うん、はい、じゃあ意気込みをお願いします。はい、せっかくこういうチャンスをいただけたので、まあ楽しみながら、まあ、最後に勝てればいいなと思っています。まあ諦めずに最後まで全力を尽くします。よろしくお願いします。はい、水江凛プロでした。バイバイ。バイバイ。